です。はい、野村さん、こんにちは。ゼラバーです。やっとですね、エリートクラスになってプレイしてたんですけれども、まあ、負けたりですね、ハイパーリーグに落ちたりとかして上がったりとか繰り返してですね、なかなか厳しい戦いをしていったんですが、今回はちょっと今のエリートクラスのレベルがどれぐらいかっていうのを皆さんと一緒に見ていきたいと思います。ということでやっていきましょう。はい、ということでね、今回はアブソルを使っていきます。あのゼラオラが取られてたんでね、ちょっとアブソルを使うんですけど、もうちょっと最近の環境アブソル厳しいですね。なかなか立ち回りが皆さん分かってきて、アブソルではちょっと厳しい戦いにはなってきていると感じます。最近なんか重いな今日。はい、とりあえずゴールを決めて、まずはね、結構ラルトスが使われているので、強いんでしょうね、ラルトスは。実況久しぶりなんで、かなりたどたどしいのですが、あれなんか本当に重いな。設定で A と B で、敵に攻撃と野生のポケモンに攻撃っていうのが分けられるので、早めにね、そのやつに慣れておくといいと思います。ので今すぐ設定を変更してない人はね、変更していきましょう。設定の方からできると思うので。こうやって A ボタンは敵へ攻撃、 B になると野生のポケモンへ攻撃っていうね風に分けられるので、その設定しない人はね、やってくださいね。いや、そしてヤドランがなかなか強くて、波乗りが、ヤドランはね本当に強いですから、ガンガン使って、まあチームに1体ぐらいはねいても全然いいポケモンじゃないかなっていう。範囲攻撃はなかなか強いので、はいはいはい。で、味方が結構いたので、味方に任せて、僕は野生のポケモンを飼っていきましょう。はいはいはい。僕は不意打ちをね、いつも入れております。不意打ちをなぜ入れるかっていうと、相手から攻撃受けたときに落ちるの重いな。カウンターでね、ダメージを与えると相手がひるむんですね。その後に追い打ちを仕掛けていくと、なかなかコンボが決まっていくっていうのをちょっと見せたかったんですけどね、今見せられなかったと。脱出ボタン一旦使って逃げます。はい、あとお盆の実もね、結構生えてくるんで、ガンガン使っていきましょう。あー、ちょっと待って、それはまずい。まず最初に追い打ちを使って、その後不意打ちを使うと、追い打ちって1回使うとですね、攻撃しない限りは効果が継続するので、それね、使
っていきたいわけなんですけども、そう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 、そういう感じでひるむんだけども、それをそのひるみを使って追い打ちで後ろを取っていきたいわけなんですよ、僕の戦法としてはね。はい、ワンキルいたしまして、一旦回復しましょうか。で、上でキルリアが生き生きとしているんで、一旦釘刺しに行きましょうかね。ああ、ロトムも殺されて、いや、なかなかめんどくさいですね、キルリアが。上でどんどん成長されると困るので、キルリアを殺していきたいんですけども、あ、いましたね、サーナイトに進化している。うん、それまずい、本当にまずい、それは危ない。いやー、ちょっとミスりましたね、これダッシュボタンの使い方。あんな感じで追い打ちを1回打って攻撃しないで、その間に不意打ちを打ってひるんだところを攻撃するっていう戦法をね、取っていった。危ないですね。ちょっと警戒、まずい、それは。ああ、ちょっとね、サーナイト普通に強いですね。ハイパーリーグのサーナイトはまあそこまですげえ強いとは思わないぐらいのレベルなんですけども、エリートとか行くとまあなかなか厳しい、相手にしてると厄介なポケモンになってくるんで、ちょっと気をつけとかないといけない感じはしなくもないって感じ。いやー、サーナイト本当にこれがまずい。いやー、ちょっとどうしよっかなー、これ野生のポケモン倒しても、あー、 HP 回復するか。うーん、これどうしたものかなー。サーナイトにちょっと PS で負けてる可能性があるので、かなり。そうですね、今のはちょっと一旦スタート地点戻った方が早かった気がしますね。はい、まあさっき言ってたのが、こうやって追い打ちを使って不意打ちを打って、その後ろからこうすかさず打つっていうのをちょっと今失敗したんですけど、それがアブソルの多分コンボの基本的な技なんじゃないかなと思います。僕は基本これ使ってるんで。でもアブソル今の環境ちょっと厳しい気がしますね。ゼラオラ使えるんだったらゼラオラを使っていった方が、やはりスピードタイプとしてはゼラオラの方が優秀なので、使えるのであればゼラオラを使っていった方がやはりいいとは思います。で、サンダーがもう出現したのでね、うん、どうしようかなと。な、これがやばい、ギリギリだけど一体落としたらいいかなぐらい。うん、厳しい。ちょっとね、敵がどこにいるのかちょっとすぐに判断できなかったのが今の敗因ですね。そしてゲンガーがこれちょっと最近ポケモンユナイトやってなかったんで、今日のあれが8月3日なんですけど、収録日が、それまでですね、全然やってなくて、危ない、あーきつい。ゲンガーちょっとナーフされたのか、情報全然知らなくて、やってるんですけども。サーナイトもね、
おっと、味方が KO をしてくれたのか。あー、これワンチャンあるかな。俺が決めに行って、あとはもう敵を無視して決めに行くしかちょっともうない可能性がありますね。勝ち筋がちょっと見えない。これは厳しい。ここを倒して、厳しいね。これはちょっと負けましたね。まあ、こんな感じでエリートクラスは自分の PS も必要だし、あと味方運もかなり重要になってくるんで、ちょっと僕はポケモンいないと下手なので、上に上がるのはちょっと厳しいかなっていう感じはしますね。はい、この動画も面白かったら高評価チャンネル登録お願いします。またね、見たかったら高評価をたくさん押してもらえると、ポケモンユナイト系の動画をガンガン撮っていくのでよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。さようなら。